はい、どうもよろしくお願いいたします。歩き旅と申します。今日はよろしくお願いいたしますと、僕みたいにねこう散歩を撮るような YouTuber たちはですねこの DJI ポケット2絶対買った方がいいよっていうね、ポイントをですね開封しながら簡単に紹介してみたいなと思いますので今日はよろしくお願いいたします。今日はですね全編カメラトークみたいなことになりますのでまあ興味がない方はですね、飛ばしてもらったらいいかなと思います。後編はですねこちらの DJI ポケット2を使った散歩動画を早速撮ってみたいと思いますので若干長めの時間になってますけどもはい、もし散歩動画の方を見たいという方はですね飛ばしてもらってですね見てもらったらありがたいと思いますので今日はよろしくお願いいたしますと。ほんでまあオズモポケットからですね発売から2年経って、まあ好景気が出たということでこのオズモポケットがねなかなかですねよくできちょってその当時からかなりね話題を呼んだんですけどもまあこの作りを見てもらったら分かると思うんですけどこれがねオズモポケットなんですけども、まあ、こんな感じでケース自体がすごくデザインが秀逸でこんな感じでね、本体があるんですけどこの本体をそのまま収納できるっていうケースもついちゃってですねでこっち側にこう USB-C のこのねポートも塞がないようなデザインをされちゃったりここにちょっと穴が開いちゃってコネクタでスマホと接続するんですけどこんな感じでねスマホと接続するんですけどもねこれをつけたままでも収納させることができるってねすごいこのユーザーフレンドリーな収納を考えられて設計されるこのデザインがすごくですね、その当時から話題を呼んだんですけども今回のその DJI ポケット2になってもですね、さらにその収納するあたりもですねかなり、考えられて作られてるんじゃないかなと、ギミック好きな僕としてはですねその辺のデザインなんかもね見てみたいなというふうに思いますね。DJI ポケット2っていうね、僕はですねクリエイターコンボをですね購入してみました。はい、早速開封しましょう。こんな感じで、箱もおしゃれですね。これがおそらくいろんな付属品がついちゃってこちらが本体になりますね。はい、おー若干大きくなってる感じ、若干大きい。これなんだろうね、これね。お、うわすげえ。あ、これが電源ボタン長屋。しかもなんかすごい早かったよ、立ち上がりが。見てね、ほらすごい立ち上がり早い。アクティビレーションします。スマホと多分接続しなきゃいけないと思うのでアクティベーション成功。すごい収納すごいね。あのね、立ち上がったらこんな感じで立ち上がるんだけど今までやったらカメラが外向いちゃうんですよね、電源切るとね。でもね、電源切ったら収納された時点ではカメラが動かん。あ、すごいね。しかもレンズが向こう側に向くんで、あのレンズが傷まない。今までは電源切っても結構カメラはグラングランで結構怖かった。収納にこう入れる時にもね、なんか入れづらかったんだけど、電源オフにしたらしばらくの間はそこで止まるから、止まってる間に収納できると。で、早速、付属品紹介していきましょう。まず本体ですね。と接続するためのアダプターですね。USB-C とライトニングしかないや。多分購入するときに選べるのかな、ひょっとしたら。マイクロ USB 端子のやつもあるのかもしれないですけど、まあこれですね。あ、これですわ。今回からですね、この本体に付属されてきているこのジョイスティックですね。これどういうもんかっていうと、ここにこう接続してね、でこれ電源入れるとこのジョイスティックですげえ、上を押すとズーム4倍までズームできる。でもう一回ポンポンと押すと、このあー、これやこれやこれや、これチルトができるってやつね。でしかも横も向かせれると。おー、これいいね。これがもう付属でついてるのはすごいですね。このジョイスティックの感覚、クリック感もいいですね。カチ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 って感じで結構頑丈。なんか押し込みもできる、上下左右だけじゃなくて押し込みもできるんで、何か他のなんか、機能が、追加されるかもしれないですね。これズームできるっていうのもすごいよね。はい、ほんでストラップ、
これがですね、いわゆる DJI ポケット2の、まあ、標準装備ですね。ここまではね通常版だったんですけども、ここからですねクリエイターコンボですね、さらに1万5000円上乗せして購入できるものになりますね。4万9500円長いけど、さらに1万5000円付け加えて6万5000円で購入することができます。結構内容物はね1万5000円上乗せなんだけども、1万5000円以上のものが入っている感じです。早速開けてみます。この中に、この箱の中にね、こうなんか説明書とかも入っちゃうやつを開けると、はい、出てきましたね。はい、こんな感じで、付属品が入ってますね。クリエイターコンボが一番やっぱり、クリエイターコンボで気になっていたのはこちらですね。 Do it all handle ってね、まあ、延長のハンドルになるんですけども、あとここからねそのまま充電できたりとか、データの転送ができたりするようですね。で、三脚穴もついてます。後で紹介しますけど、三脚も付随、ちょっとちっちゃな三脚がついてきちゃって、三脚もねここにね付け加えることができるということです。で、何よりもすごいのは、あの Wi-Fi と Bluetooth のトランスミッターにもなるっていうのと、ワイヤレスマイクのレシーバーになるんですね。もう一個こっちについちゃって、これがこれ、まあ、ワイヤレスマイクなんですよこれ。つまりここにこう接続して、こちらを胸元につけることで、これからマイクの音声がここへ飛んで、でここから、音が収録されると。これが何より素晴らしいということですね。かなり散歩動画撮るには、利便性すごい高まったのかなという感じですね。こちらもついてるワイヤレスマイク。ワイヤレスマイクの方は、ここにマイク部分ね、収録部分がついちゃって、ここにはピンマイクをさせるようなね 3.5 ミリのオーディオジャックがついていると、うん、いう感じで、外側にほらこうなんかこう切り込みがあって、ここへね、こんな感じでモフモフもつけれる感じ。これね、あのワイヤレス GO ね、ロードのワイヤレス GO とほぼ同じなんですけども、ここにねつけて収録するんですけども、多分ねこれね取れやすいんですよ。これ結構取れやすいと思うので、僕はね多分これ使わずにもうピンマイクを挿して、ピンマイクで録音するような使い方になるのかなと思います。ボディがこんな感じで、こっち側は USB-C がついてますね。 USB-C で充電するようですね。ここがスイッチみたいですね。スライドさせるとここがこう光って、マイク生きてますぜっていうことですね。でこのボタンが多分こことここと の、ペアリング用のボタンだと思いますね。これがあの三脚穴用の、延長のあれでしょうか。でちゃんとしっかりとここにしっかりとこの USB-C のポートを塞がないような、ちょっと深くなるけどね、塞がんような作りもなっていて、結構使う時のことを考えられてる感じでしょうかね。で結構ここをね抜いて、これを付け加えたり、これを足したりするんですけど、これ抜く時結構大変やね。こんな感じでニョッスポッて抜けんで、なんかここにこう溝があって、ここの溝に入り込んじゃう感じなんで、横のね横からカッ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 ポンって感じで抜くといいんじゃないかなと思います。これ取りにくいね。これガリガリってやりそう。なんか結構皆さん気をつけてください。ここが結構取りにくいかも。でここへこうね、例えばこう三脚穴用の、これはちょっと取りにくいかもね。なんか壊れそう。なんかパキっていっちゃいそう。これ結構取りにくいかな。これ皆さんこれ気をつけてね。これ取りにくいね。これこれ取れんぞ。これ取れなくなった。これ皆さん気をつけてください。延長のやつ結構硬い。やっと取れた。このね三脚アダプターが、さっきね本体からこうカバーを取って、三脚穴をつけてって思ってやったらですね、めちゃくちゃ硬くてガチャッと入ってなかなか取れなくって、めちゃくちゃ大変でした。でこれ単体ではもうこれ多分引っこ抜けないんで、もうこの三脚穴にね付属のこの三脚をつけたりとか、何か三脚のグッズをつけて、何かこうつけてパンと引っこ抜くとなんとか取れました。あの引っこ抜く時にね、これがズオンってなって、この三脚のこのジンバル部分を痛めつけないように皆さん十分気をつけて、
引っこ抜くようにしてみてください。多分ねこれ単体だと握力では絶対抜けなくって、こうなんとかこじ開けようとしても多分この隙間からこじ開けることができないので、この三脚の穴のところに何か三脚のものをね入れてね、それでガッと引っこ抜くといいと思います。もう思いっきり近づくでドンと抜きましたんで、はい、皆さん気をつけてください。結構これ硬いのでね、あの対するあのこちらのドゥイットオールハンドルはここに、ネジ切りがついちゃってね、ここをこう上げ下げすることでこの中がこう動くので、取り外しもうちょっとしやすいんじゃないかなと思うんですけども、こっちとこっちをね合わせてよこしょ、はい、こんな感じでちょっと長くなるけどね、マイクつけるとね、あ一応入るね一応出っ張るけど、まあ、あのつけてあの収納するってことを考えられてるのかな、こんな感じで、まあ、ついでにこれ三脚ね、この三脚がね意外に良さげです。あの物としてはすごく質がいいですね。あの金属です。僕もうちょっとあのプロペラみたいな、プラスチックのプロペラみたいなもんかなと思ってたんですけど、意外にあの質感もあって重さも結構あると思いますよ。重さ 27g あるので、結構重量感がありますね。やっぱり重量感がないと下に重心が落ちないので安定しないと思うので、うん、ある程度の重さは必要なのかなという。あのこの角度も、変えることができて、これをね調節するネジとかはないんですけど、まあ、ちょうどの硬さでうねうね角度を変えることができるので、うん、ホールド力もあっていいんじゃないかなと思いますけどね。これ広角レンズ用の、さらに GoPro みたいに広角のレンズにすることができると。この広角レンズつけることによってこのパース感が生まれて、さらに広い映像が撮れるっていうことと、魚眼レンズみたいな感じですよね、グイーンってなっちゃうんで、ギュアーンってなっちゃうんで、そのギュアーンとなったその感覚が、例えば歩きとか自転車を乗る時とかにね、前へ進む時のスピード感を演出することができると、まあ、この広角レンズいいなと思うんですけども、あでも結構磁石は非常に、強力で、あ、歩きよって落ちるみたいなことはないですけどね。これで電源切ったらどうなるかやろ。あすごい、のけた時の電源の切れ方はカメラがこっちに入るがいけん。ほんで電源つけてこれをつけるでしょ。でこれで電源落とすやん。そうすると向こう向きになる。すごいねこれ。これはこれでつけたまま収納することができるっていうことでしょうか。僕てっきりこっちにねカツンって当たるかなと思ったんですよ。カチって当たって収納できないかなと思ったんですけど、そこはよく考えられてますね。あすごいなこれは。広角レンズも、付属でついているということですね。結構この広角のレンズの出来がなんか良さそうな感じですね。素晴らしい。より散歩の躍動感というかですね、スピード感がこれで演出できるのかなという感じですね。はい、これで全部でしょうか。あと二股の USB-C ケーブルも付属されちゃって、マイクと本体を同時にバッテリー充電することもできるというようなことでございますね。こんな感じで結構たくさんのものがついているということになります。これね2つ並べてみましたけども、若干背が高くなっている感じでしょうかね。で幅はどんなもんなんだろう。幅はもうほとんどわからんぐらいですね。幅はほとんどわからんけど若干背が伸びてる感じ。ジンバル部分がちょっと大きくなった感じでしょうかね。こんな感じ、うん、カメラもやっぱりセンサーサイズが大きくなったということで、このカメラ部分も大きくなったような感じがしますね。レンズの方も少し大きくなった感じがします。重さはどうでしょうね。あ、ほぼ同じですね。226g、うん、ほとんど同じ。全く重さは変わりない感じですね。はい、そんなところですね。あ、すげえ。あの言うの忘れてた。この収納のケースがすごいなと思って、あのここにね三脚穴がついちゃって、この付属の三脚がねここ取り付けれるんですよね。あ、全部一緒に持ち運べれるという。あ、すごい。でしかもこれ見て、この広角アダプターがここ磁石になっちゃって、わかるこれ、磁石になっちゃってカツって止めれるの。これようできちゃうね。これすごいね。これでしかもこの
スマホに取り付けれるため、取り付けるためのこのアダプターもここに収納することができると。ああすごいようできちゃうわ。これ持ちんようになっちゃうね、ここへ挟むと。これようできちゃうね。あでもね、ここね、ここが電源ボタンなんですけど、取り出すときここついてしまうね、これね。これこうせんといかんね。収納するときは多分こうした方がいいのかもしれないな。ここはちょっと間違ってつくかもしれないですね。でしかもこれすごいのがこのワイヤレスマイクね、ここに収納できるみたいです。あでもちゃんとつけれるわ。ここの四角の穴にこの、わかるかな、ここの四角いところにね、これをこう通すとここにはまって抜けないみたいな。ほんでもうかっちり固定される感じ。もうこれだけで、もうこれ越し持っていけるがや。もう他にいらんわ。もうこれはまあ別で持っていくとして。あーすごいねこれ、なんかかっこいい。これなんかかっこいいね。それではもう早速ですね、もうこれつけてね。でこれと単体でこっちのモフモフつけて収録した音声と、それからピンマイクをつけて収録した音声と2つ分けてですね、これから散歩動画を撮りに行ってみようかなというふうに思いますので、この後、いつものですね、僕のお送りする散歩動画、よかったら、ご覧いただいてですね、マイクのレビューと合わせて、四万十市の、高知県は四万十市のね、田舎の風景をお届けできればなというふうに思いますので、よろしかったらですね、皆さんもそちらの方見てですね、僕と一緒に四万十市を歩いてみてはいかがでしょうかというところです。チャンネル登録もよろしくお願いしますというところで、この後散歩よろしくお願いいたします。はいどうも、アイキです、DJI、ポケット DJI ポケット2の、方で今録音を開始しております。ここはですね、四万十市の隣町、高知県は黒潮町の入野松原の中におります。入野松原ね、先週まではちょうどあの T シャツアート展をやりよってですね、この T シャツアート店、行こうかなと思ってたんですけど、行かずじまいでね、終了になってしまったという感じなんですけどもね、こんな感じで、入野松原、ネットの情報によりますと、この松原が植えられ始めたのは、長宗我部時代から植林されていったということでね、向こう側は入野の浜ですか、黒潮町の海が広がっております。その砂を、こっち側へね吹いてくる側を予防するための、防砂林ですかになっているところですね。今こうマスクイムシがね結構ね被害があってね、あんな感じで枯れちゃってるんで、切っては新しいのを植えてっていうね修繕が行われているような状況ですね。あこんな感じでカメラをあちこち向けるのが本当にやりやすくなったね。本当にこれは素晴らしいですね。音声どうでしょう。今ねボディの音声のみでお送りしております。なので風切り音とかねすごく入ってるんじゃないかなと思いますね。どうでしょうね。例えばセルフィーポンポンポンと、はい、セルフィーちょっと逆光なので見えにくいですけども、セルフィーなんかしてみるとまたマイクの、集音域が変わるのかなという感じなんですけども、どうでございましょうか。センサーサイズがちょっと大きくなったということで逆光とかねああいうのにも強くなるんじゃないかなというふうに思うんですけどもね、どうでしょう。もうちょっと暗いかなと思ってたんですけども案外こう、なんていうかな、荒い祖というか、もうちょっと林が密かなと思ったんですけど、もう切られてしまって明るい感じなので、
暗いところでのノイズがどんだけ出るのかなとかって思ってたんですけど、なんかその辺も、検証できずにですね、まあ、明るいところを歩いている感じになりますね。じゃーんとこんな感じです。GoPro なんかと比べるとまたちょっと違う、画質になるのかなという感じですけどもね。あ、いいね、スムーズ、あ、スムーズやね。このね、なんていうの、このパンする時のカクつきが少ないような気がしますね。はい、カクつきが少ないような気がします。ちょっとあのキャンプ場に入っていって、ちょっと今度はこの拡張グリップに直接ピンマイクをつけた時の音声をちょっとご紹介したいなというふうに思います。ちょっと一回止めます。はい、これがですね、延長グリップ Do It All ハンドルに直接ピンマイクをつけてですね、録音しております。どうでしょう、こんな感じで今ピンマイクをね、こっち側につけまして、録音しております。よいしょ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 。キャンプ場ね、結構気持ちいいんですけどもね、有料のキャンプ場になっておりまして、僕も使ったことないなまあ観光客用の、キャンプ場というところでしょうかね。僕なんか結構貧乏症なんで、あれですわ、なんかただのとこ行こうとね、河原行ってそのままやったりとかですね、ついつい高いところはね、1時間500円だったかななようですけどもね。どうでしょうか音、先ほどの手で持ってね歩く時なんかに比べると、もう少し風切り音が予防されるんじゃないかなって感じがするんですけども、案外なんかね、音がね、あんまり良くないなというイメージなんですけども、どうでしょうかね。あ、こんなのもこうやって、あ、いけちゃうんだね、カメラのこの、はい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 、はい、あ、素晴らしい。音があんまりな、良くないなとかって思ったりもするんですけど、どうでしょうか。まあもちろんボディの内蔵マイクから言うとかなり音質はいいのかなという感じがするんですけどね。ホワイトノイズ的なものがちょっと若干あったので、どうしたもんかなって感じなんですけどね。どうでしょうか。今度はこっちね、マイクのワイヤレスマイクの単体のみで音を収録してみます。こんな感じですね。これ単体で、無線でつながっているので、僕の音声がボディの方へ取り込まれているかと思います。モフモフつけました。ひょっとしたらモフも取れるかもしれません。結構取れやすいです。気をつけてください皆さん。これでちょっと向こうまで歩いてみましょう。風切り音のテストをするにはバッチリの日になってきましたね。今僕の背中側から前の方へ風が吹いております。ちょっと寒いですね。昨日からですね、ちょっと冬型の気圧配置になってね、急に寒くなりました。なんか波の方も若干、サイズが下がってですね、昨日はもうちょっとサイズがあったような気がするんですけども、ちょっとサーフィンするには風が強くて厳しくなってきているのかなという感じですね。波面もざわざわですね。やっぱこの時間、やっぱ 冬とかになると、この2時とか、になるとかなりオフショアが強くなるような、そんな感じでしょうかね。まあ北風に、ね、なっちゃうんだろうね、この季節は。どうでしょうか、マイクの音どうでしょうか。入っておりますでしょうか。
まあ結構ね、やっぱり今まで僕はこう散歩の動画を撮るときは GoPro のカルマグリップねと GoPro を使って撮ったりとか、それこそオズモポケットを使って撮るんですけど、やっぱりそれだけだと音声が悪いので、外付けマイクでね、外付けマイクじゃないわ、あの外部録音というかですね、Zoom の F1LP とかね、タスカムの DR-05 っていうレコーダーにピンマイクをつけて、まあ、ピンマイクでの音声を収録して後で編集で合わすみたいなね、そんなやり方でやってきましたけども、まあこれからはこういった、DJI ポケット2へのマイクの環境が整ってですね、本当に単体のみで音声編集しなくていい、あの後でこう用意ドン言うて、あのドンっていう波に合わせて編集して音を合わせるっていう作業が しなくても良くなったので、かなり、編集のコストがかなり上がったのかなと、コストが下がったのかなという感じで、そこを期待しているわけなんですけれどもね、まあ、こうなってくると今度は欲になるのが、マイクの音質がどうなのかとかになりますけどもね、やっぱり、このマイクの音質だったらちょっとしんどいから結局外付けの、ピンマイクにしようかなみたいなことになるのかもしれないですけどもね、まあけどあれだ、このジョイスティックがむちゃくちゃいいですね、本当に楽よいしょ、いやー今日は天気がいい、ずっと向こうまで行って途中でまた折り返そうかなというふうにも思いますけどもね、あとはそうですね、この DJI ポケット2の、三脚はなんかちょうどボディの底にあるんですけど、それにこう三脚に固定するためのネジで GoPro のマウントをつけてね、それをこうリュックサックのショルダーストラップに固定して歩くみたいなのがまあ理想なんですけども、それやると結構長いのよね、オズモポケットってね、オズモポケットの底の部分で、支えんといかんので結構筐体がぐらつきやすいので、なんかうまいことこのサードパーティー製の、マウントアダプターみたいなのがね出てくればいいのかなっていう感じがしますけどもね、今まではオズモポケットではポラープロっていうところのね、マウントアダプターをつけてですね、ショルダーストラップにつけておりましたけども、はい、何かまたサードパーティー製の、アイテムが早く出ればいいなという感じがしておりますね。やっぱ三脚穴はですね、こうやっぱこう立てかけておくのはいいんだけど、どっかにマウントして歩くとかになってくるとなかなか、バランスが良くないのかなという感じですけどもね。さあさあ今度はですね、この、ポンポンポン、こちらですね、このマイクの方に、これを取りまして、よいしょ、ちょっと音が入ると思うんですけど、風切り音がここへ直接、ピンマイクの方をつけてみたいと思います。これをね、これをガチャコンと入れると、こっちのマイクの方で、もう少し取り回しやすくなるのかなという感じです。一回止めます。はい、どうでしょうか。今ピンマイクを、ワイヤレスのマイクの方につけて、ボディのレシーバーの方へですね、お送りしておりますけれども、音声はいかがでしょうか。そうですね。一番この利便性が高いのはこのスタイルなんじゃないかなと思いますけども、オズモポケットの底に、DJI ポケット2の底に、レシーバーをつけてですね、今つけてる拡張グリップをつけて、そこからマイクの方ね、ワイヤレスマイクの方にピンマイクを通して、そのワイヤレスマイクの方をポケットに入れて、でピンマイクの方は胸元につけてっていうのが一番やりやすいのかなと思います。多分これこのモフモフがむちゃくちゃ外れやすいと思うので、なかなかワイヤレスマイクのみでは使いにくいかなという感じがしておりますけども、これがまあ一番僕の中で理想のスタイルでございます。この時の音声がどうなのかですね、いかがでしょうか、音声はいかがでしょうか、
ちなみに音声はオートで撮っております。それから風切り音予防はオフにしてですね、おります。できるだけ風切り音がどのくらい入るのかっていうのと、できるだけね、取って出しの音で撮りたかったのでやっておりますが、どうでしょうか。風切りはこの辺になってくるとピンマイクにそのままモフモフつけてるので風切りは問題ないのかなと思うんですけど、音がねどんだけ変わるのか、そこが気になるところでありますけどね、本当に楽やと思うわ。さっきみたいに止めては進めて、止めては進めてね、止めては、また録画を開始、録画停止ってやってたら、やっぱり外部録音だと毎回毎回そのたんびに用意ドンでそのクリップごとに音を合わせないかんので、それめちゃくちゃ大変なので、オズモポケットを使った Vlog は音が悪いから嫌だなとかって思ってたんですけど、これやったらね、多少音が悪くてもいいんじゃないかなという感じがするんですけどね。例えば Vlog 形式で、短いクリップをつなぎ合わせるような、Vlog 形式だったらこの、ピンマイク、ワイヤレスマイク、これを使って録音してですね、録画してですね、中撮りみたいな散歩動画なんかは別撮りの音声で音をめっちゃよくするみたいなね、そんなやり方でやってもいいのかなと、今まで通りのやり方でやってもいいのかなという感じがしておりますけどね。あそこのガチャロール食べたいな。ガチャロールセット頼んでどっかで食べようかな。あ、でも閉まってるっぽい、閉まってるっぽい、どうだろう、閉まってるかな、ひょっとしたら。あ、閉まってるわ。あっこのねお店のねガチャロールめちゃくちゃうまいんですよ。どうかな、閉まってるかな。あー、閉まっちゃった、残念残念。あー、海まで行こうか。あ、それからオズモポケットに比べると DJ ポケット2は、焦点距離がね26ミリから、オズモポケットの26ミリから DJ ポケット2に変わって、20ミリに変わったということで、より広角に、より広い景色が撮れるというところでありますが、風が強いね、こりゃ。はい、そんなところです。じゃあこの後は、また向こう向いて帰りましょう。ほんで、帰るんだけど、帰りしなは別撮り音声で、どんだけ音が違うのか、一番ベストな音声で、やってみましょう。この今の音声の状況とどう変わるのかね、試しましょう。こんな感じで音声を合わせてですねお送りしましょう。どうでしょうか、一番音声はいい、ことになっております、僕の中では。まあ、といっても今ね、DR-05 なのよね。タスカム DR-05 とピンマイク録音ということなので、まあ、本来の使い方ではないというかですね、DR-05 はこうフィールドレコーダーとして、ね、ボディのマイクで収録するみたいな、マイク入力はあるんだけど、まあ、おまけみたいな感じの状況で、今までね、Zoom の F1LP っていうピンマイクレコーダーを使ってたんですけど、とうとう壊れてしまいまして、ほとんど1週間に2、3回、2、3日に1回ぐらい使ってるようなガジェットなので、とうとう壊れてしまいました。電池を入れるね蓋が壊れちゃいまして、あれなんか怪しいなと思ったよね、買った時から。こんなしょぼい蓋で大丈夫かとかって、思えたんですけど、とうとう蓋が不具合出まして、電池を新しくしても反応しなくなったと。結構ボタンを蓋をグッと押したらスイッチが入ったり入らなかったりというようなね感じなので、使えになったなということで、うん。牛がおる、牛これ取ったらいかんかな。牛がいるけどさすがにこれは取れないよね。
うちにもね牛がいたんですけどね、大昔。もう見えないかな。お騒がせ YouTuber かと思われるんでやめちょきましょう。何の話だったっけ。なので今外部録音のマイクとオゾンポケ DJI ポケット2でお送りしております。愛知旅です。うわー綺麗やね。こんな感じでほらカメラがね素晴らしい。あでもねあのどう言ったらいいかな、ジョイスティックの感覚はあのなんていうかやろ、オンかオフしかあのプレステとかのコントローラーにあるようなジョイスティックやったらこう強弱がほら、わずかに持ち上げちゃったりとか強めに持ち上げちゃったりで、強弱がねつけれるんでしょうけど、これは、オンかオフかのカチカチでしか上下左右できないのでスピード調節がなかなか難しいかなと。ジンバルの動きもね設定して速く上げれるかとゆっくり上げれるかで、今ゆっくり上げるっていう設定にしてるんですけど、結構、グワングワンって感じで、そうですね、こんなところで、例えばこれゆっくり上げたいみたいな時もこのままのこのスピードしか、これが一番ゆっくりのスピードという感じですけどもね。まあその時はあのフォローモードでやっていくっていうのも一つやけどね。あのドローンの、ま、あのカメラみたいにゆっくり持ち上げるみたいなことはなかなか難しいのかなという感じですね。どうでしょうか今のところ、撮影の不具合等は感じられませんけども、いかがでしょうか。一応ねあのプロファイルとしたら、標準の撮影にしております。シネライク D いうのもありますけど、またそれはね後日撮ってみようかなと。シネライク D じゃないかやったっけ、 D シネライクやったっけ、 D シネ要するにその画質の、緑とか青とかその色の情報をできるだけ薄く撮っちゃって後でグレーディングするみたいなね、後で色付けする用の、まあどっちかというとポストプロというかですね、後でグレーディングする用の撮り方もありますけども、その中もねまた後日検証したいなという感じですかね。オゾンポケットではねよく G シネライクで使ってたんですけどもね、いい感じのシネマチックというかフィルムルックというか何て言うやつ、昭和のシネマカメラみたいなね色味が出るんで結構いいなという色味が出しやすいので好きだったんですけどもね。光の方はどうかな、割とねオズモポケットではね GoPro とよく比べてたんですけど、 GoPro は割とこういうさんさんと日がこう真正面から降り注ぐようなところでもしっかりと空の色が青がね乗るようなカメラなんだけども、オズモポケットとかはこう光が強すぎると白飛びしちゃうみたいな、黒いところは黒つぶれしちゃうみたいな、結構光の耐性に弱いようなそんな感じのイメージがありますけど、今回どうなんでしょうか。センサーが上がって若干モニターから見ると割と光強いような印象です。まあそういう意味でもあのシネライク D でね持たせるというか、まあちょっとこの辺難しいですもんね。あの要するにあのシネライク D 言うたら薄めに画像を撮るので光が強すぎるところや暗すぎるところも、まあ、一緒くたに撮れるので割と普通に撮るよりかは黒つぶれしにくいような画質になるんですけども、まあ今回は撮って出しということで気にせず行っちゃろうかなという感じです。あの辺のね水面のテカリ具合とかねどんなに映ってるんだろう。モニターから見える感じではオズモポケットに比べるとかなり広角寄りに、なってる感じですね。なんかパース感も若干感じます。パース感というとあの魚眼レンズみたいな感じね、こうグワッグワッという風な感じに
なってる風に見えますけども、はい、 GoPro っぽくなったよね。 GoPro よりかはもう少し魚眼あのパース感は低いですけども、あれつけてみる？広角のレンズつけてみる？こういう時怖いのよね、取り出す時にね。このケースがさ秀逸で、この中に魚眼のレンズが入ってんだよね。これよいしょ、はい、これつけます。上下とかあるのかな。はい、ついた。どうでしょうか。あ、より GoPro っぽくなったね。まあ、こんな感じで結構使えるいい感じの、散歩動画カメラになったんじゃないかなと思うんですけどね、うん、素晴らしいね。 DJI まだまだ侮れませんね、うん、これ単体で散歩動画撮れたら一番いいな。ほんと GoPro 出る幕なくなったね、ヒーロー9買わずに DJI のこのオズのポケット、 DJI ポケット待ってよかったという感じがしております。散歩を撮る YouTuber なら絶対買いじゃないかなと思います。なぜならば別撮り音声撮らなくても良くなったということと、それからそうですね、自撮りがより広角寄りになってですね、かなり、自撮りしやすくなったというところもありますね。それから、暗い場所でもノイズができるだけ少なく、センサーサイズが大きくなったっていうのは大きいですよね。あの今まで GoPro とかこういうアクションカメラね、まあ DJI のオズモポケットなんかアクションカメラかどうか言えるかどうか分かりませんけども、こうちっちゃなね手に乗るようなカメラはだいたい 2.3 分の1のセンサーサイズというふうにいうのがまあ定説というかですね、あのソニーの RX0 だったっけ、あれはまあ1型になりますけどね、 GoPro ぐらいのサイズのカメラがありますけど、まあだいたい 2.7 分の1のセンサーサイズということなんだけども、今回から 1.7 分の1ということで、ひょっとしたらこれもね GoPro もまたその後に続いて、GoPro 10とかでは、ひょっとしたらね 1.7 分の1センサーが出るのやもしれません。どうでしょうか。またこんな感じでこれがねもうちょいゆっくりと、ジンバルが動かせれればいいんですけどもね、じゃーんみたいな、はい、最後にちょっと砂浜というか向こうの松原の中を歩いてみろか。まあこんな感じで、四万十市やらね黒潮町とか土佐清水市とかね旗方面をですね YouTube に動画にしてですね全国に発信して生きよるもんでございます。勝手に発信していってるものでございますまだね、あの四万十市とかね、そういった観光系の人たちから声がかかっておりませんので一緒に僕らとやりませんかみたいな話がいずれあるのかもしれませんけども、はい、僕は勝手に四万十市を発信させていただいております。愛知旅と申します。その他にもね、あの四万十市やら旗の方をですね、YouTube に動画に上げてですね活動されている方も何名かおられますのでね、まあ、その人らともね、まあ、ぜひ一緒に撮影みたいなこともしてみたいなと思いながらねやっております。はい、まあなんせねやっぱ楽しいからね、もうそれだけがいいですわ。なんかいろんな人との出会いがあったり、
まあ、応援メッセージとかもあったりね、まあ、いろんな発見があったりするので、まあ、そこが何よりの楽しみ。まだ YouTube のチャンネル登録者数は1000人いってないのでお金はもらえてないですけども、普段行かんような場所に行って歩いたりとかね、動画上げたらもう全然、見ず知らずのね人たちからもね応援メッセージいただいたり、もうそれが何より楽しいので、はい、またよかったら皆さんチャンネル登録して行ってくださってですね、四万十市のところをもっと見たいとかね思ってもらえたらそれだけでありがたいですけどね。よいしょ。まあ基本はこんな感じで散歩してだべって、ただただ唾を飛ばしながら話しながら歩くというのがまあ僕のコンテンツになりますね。まあ、一番これが、まあ、僕のコンテンツ職に近いのかなという感じですね。どうでございましょうか。広角レンズ意外にいいですよね。広角レンズのそのメリットっていうのは、まあ、僕自身の考える、まあ、メリットは、まあ、できるだけ、まあ、広くねやっぱりこう広角で広く撮れるっていうのと、こんな感じでセルフィー撮っても割とドアップにならない、今まで多分こんな感じで撮られてたんで、オズムポケットはかなりきついので、まあ、このぐらい離せてね、おっさんが写せるという意味では、まあ、割と広角レンズいいのかなと、まあ、それと合わせて、パースカン言ってね、こうギュワン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 する感じ、これが結構こう散歩をするとか自転車乗るとかバイク乗るとかこう前へ進んでいくっていう時により迫力のあるスピード感のある映像に演出できるということが、まあ広角レンズのいいところなのかなというふうに僕も思ったりするんですけども、これなんかも結構ねギュワンギュワン進んでる感じがするんではないでしょうか。うわすごい、ここから見ると本当に松原いいですね。どうでしょうか、レンズ曇りもないかな、どうだろう、ちょっと撮ってみようか。よいしょ。あ、若干僕の指紋がついてるね。僕がね結構汗かきなんでね、どうだ、あんま変わらんか。うわ、海まで行ってみる、せっかくなんで。よいしょ、暑いな、やっぱり歩き続けたらちょっと暑いかもしれないな。風が止んだね。うん、波ないね、ベタなぎです。うん、やっぱり冬型の気圧配置になってね。あ、しかも小見潮や、むちゃくちゃ混んでる。本来ならね、あの向こうの方の浜辺でですね、あの T シャツアート展を先週までやっている予定でしたけども、あの終わってしまいました。はい、あ、もっと行きたかったんですけどね、あのちょっと子供が、行きたがらんかったので子守をずっとしよったので、結局行けずじまいですね。はい、ここがまあ倒産 YouTuber の悲しいところというかですね、子供の機嫌によっては行ってくれる時と行ってくれる時があってね、残念ながら T シャツアート店はよう行きませんでした。あのね、あのネットとか見るとですね、あの旗のウユニ塩湖、ご存知ウユニ塩湖、あの1.9 とかで出ましたけども、あのずっとね、あの平坦な水面がずっと続いちゃって、反射するとね、あの上が空で反射した水面も空ということで、すごくフォトジェニックなウユニ塩湖っていうところからあるんですけども、まあ、そのウユニ塩湖を再現できるみたいなことをね、よくタイミングによってはそういう鏡面の撮影ができますみたいな話でしたけども、そんなんかも撮りたかったなと思ってね、
風のない、朝方だと思いますね、きっとね。朝の風のない朝、しかも、そうですね、どんな感じの潮目がいいのかな、まあ、場所によるだろうけどね、その地形によってこう水たまりみたいになるところとか、それがこう潮の加減によってちょうどのね、あの深すぎず浅すぎずの水面がずっと続くような、そういう本当に時間的な制約というかタイミングによってウユニ塩湖が再現できるというね、ことでちょっと楽しみにしてたんですけどもね、残念ながら行けませんでした。本来ならね、あのゴールデンウィークにあの、小さなアド展開催されるんですけども、今回そのやっぱりね、コロナ禍にあってですね、コロナ禍ということで、時期を延ばして、ね、延期させて、今の11月の、連休、文化の日ですか、土日月と開催されてたようでございます。あ、土日月かか、うん、なところで、はい、よいしょ、この中通らせてもらおうか。これ本当はここ通っちゃいけないんだったっけ、松のね根っこがね傷むかもしれないということで、すいませんすいません、よいしょ、怒られるねこれ、よいしょ、はい、そんなわけで、ああいいね、ちょうどいい感じや、あのなんていうの、暗所とだから明るい場所がこうね交互に訪れるような場所で、どのぐらい体勢があるのかとかね、その辺を見たいですね、うん、皆さんいかがでしょうか、オズモポケットは皆さん使われておりますでしょうか、一眼のカメラで Vlog を撮っているんでしょうかね、一眼のカメラに、マイクを載せて仰々しく撮るとお店の人から何それとか言われたりしませんでしょうか皆さん、まだ中村の方はね、その Vlog っていう文化が全然根付かなくてですね、今にもやっぱりこうあの迷惑系 YouTuber ねあの迷惑系 YouTuber、 こっち行こうか、迷惑系 YouTuber なんじゃないかみたいなね、なんかこう怪しげな目で見られるのがねほとんどでございますね。早いとこ女の子とかね、若い子たちが頑張ってくれたらね、もっともっとこの文化が根付いていくようなね、そんな感じがするんですけどもね、やっぱこんなおっさんがさ、まあ、カメラ持ってうろちょろしよったらそれはね怪しまれるけど、まあねカップルでねやるんやったら問題なくいけるんじゃないかなと思うんですけどもね、なので、わあここはすごく綺麗よ、この木漏れ日がすごく綺麗でございます、ほらいいね、この林という感じがいいじゃないですか、まあこんな感じで、なんかねあの撮影とかもできそうですね、なんかウェディングの撮影とかね、そんなのもできそうな、そんな森の妖精チックな演出が、できるんじゃないでしょうか、そんなわけで最後の最後は、別撮り音声でお送りさせていただきました。やっぱり一番これがね音が良かったりもするのかなとか思うし、あのまだまだこの今使っているタスカム DR-05 とピンマイクの相性はまあまあ言うてもまあこれ専用ではないので、またピンマイクの方、ピンマイクレコーダーの方はまたちょっと壊れたんで新しいのを購入しましたので、まあ、その辺のレビューもまた今度したいなと思いながらですね、あのタスカムの DR-10L っていうねちょっと高めのピンマイクレコーダー、専門のピンマイクレコーダー買いましたので、そちらもレビューしたいなというふうに思います。長い動画でしたけども最後までありがとうございました。あのほとんどレビュー動画というよりも散歩動画ばっかりなんですけども、よかったらチャンネル登録していってくださいましたらありがたいと思います。そんなわけで今日は、DJ ポケット2の開封と散歩動画の
愛し旅のご紹介でございました。またの機会にお会いいたしましょう。さよなら。I'm reaching out my hand for you to claim. So darling, don't you